埼玉新都市交通2000系電車は2007年5月22日より営業運転を開始した埼玉新都市交通のエイジティ電車。2000系は混雑緩和のための増発と既存の専0系の置き換え及び1050系の取り替え準備のために導入が行われた。なお、購入に際しては自治体と JR 東日本による経営支援を受けている。 2007年の鉄道博物館会館に合わせた増発用に一編成が導入された。以後、旧車両の置き換えのため、毎年一編成のペースで導入され、2010年に一編成、2011年に二編成、2012年に一編成、2013年に一編成、2014年に一編成が増備された。 総数は6両編成7本の42両である。ゴムタイヤ式二軸車の6両編成。2100から2200から2300240025002600車体は、ステンレス製で、車体長は既存の車両と同じく8メートルだが、混雑感は策として、車体幅を160ミリメートル広くし、天井も30ミリメートル高くなった。 前面の形状も一新されたほか、行き先表示器には埼玉新都市交通で初採用となる LED 式の表示器が使われ、全面運転台窓状のほか、側面にも設置されている。また、前照灯は当初白熱電球が使用されていたが、2016年11月頃より順次 HID に交換されている。前面と側面には編成ごとに異なるカラーを採用した。 第一編成の全面塗装と側面体には埼玉県の県下、桜層をモチーフとしたメタリックピンク全面、側面の窓周りには埼玉県の県庁白小バトのグレーをモチーフとしたダークグレーとシルバーグレーが配色され既存の車両とは印象が大きく変わることとなった第二編成以降では全面と側面体のみで側面窓周りを呼び 幕板部分が無塗装となった。第一編成も後に、第二編成以降と同じように変更された。座席はオールロングシートであり、座席が緑、壁はグレー、床下はパープルのストライプ模様となっている。座席の前には、スタンションポールが新設され、混雑時の対策もなされた。両先頭車の乗務員室直後には、折りたたみ式座席付きの車椅子スペースが、 設置されている。窓は二段式で、上段は内形式窓だが下段は固定窓となっている。第一編成では下段に、日差し対策の横引きカーテンが設置されていたが、第二編成以降では省略され、後に第一編成のカーテンも廃止された。各ドア上には、LED 式の情報表示器が設置されており、自駅、行き先などを案内する。当初は、 1> 第1編成のみ、両側配置で、第2編成以降は、千鳥状に配置されていたが、2016年2月頃より、第2編成以降も、両側配置となっている。ドアブザーも装備されている。また、暖房効果持続のため、先頭車両のドアのみを開け、その他の車両のドアを閉める機能が備え付けられている。制御装置には、東洋電気製造製にレベルイベット。 VVVF インバータ装置による VVVF インバータ制御を採用しており、参照交流をコンバータにより直流に変換後、VVVF インバータ装置で参照交流に変換して誘導電動機を制御する。主電動機は交流参照カゴ型の誘導電動機であり、形式は TDK-6450A である。主管制御機は片手ワンハンドル式で、 既存の車両と同じくワンマン運転に対応している。運転台の正面には速度計などの計器類が右側にはモニタ装置が配されている。また将来の ATO 運転にも対応している。ありがとうございます。